アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに利用された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話な世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年10月13日場所は神奈川市営球技場にて、2024北陸学生アメリカンフットボール秋季公式戦、金沢大学エバーグリーン対富山大学ファイアルズの一戦がまもなく行われます。試合開始13時30分キックオフ予定です。両チームその試合に先立ちまして先ほどウォームアップを終え、現在その試合に控えまして最終確認を行っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日はホームチームと形で手前側ホームスタンド側に陣取り、チームカラーグリーンをまとっておりますのが金沢大学エバーグリーンです。常に北陸学生の中においてはその頂点に君臨する形で奮闘しております金沢大学です。かつて関西学生リーグの下部にあった際にはその関西学生の2部とともに1部の挑戦権をかけまして入れ替え戦に何度も出場しておりました強豪チームです。その時の財産そしてさまざまなノウハウがありまして、現在もその地位優位に固める格好で常に優勝争いに入っており、近年では台東躍進著しい福井県立大学と常に優勝争い、昨シーズンも見事甲子園ボールトーナメント出場を果たしておりました。今季も再びその座に返り図鑑という形でこの秋の最初の初戦をここで迎える形になります。その金沢大学が本日最終確認を行っているところであります。しかしこの金沢大学に待ったをかけんという形で本日その対戦相手として控えておりますが、向かい側に陣取っております富山大学ファイアルズです。富山県唯一の学生リーグ参加校として長くその地域において根付いた格好で奮闘しておりましたが、今季非常に大きな躍進の年となるかもしれません。と言いますのも前節行われました開幕戦におきまして、先ほど申し上げました優勝候補の一角にあった福井県立大学を倒し、そのおそらく総部以来初ではないかという大金星を得る形になりました。最終残り0秒に至るまでその勝敗分からないという紙一重の勝利だったとはいえ、この白星非常に大きな結果となっております。富山大学はこの結果現在白星先行という格好になっていますね。もしこの試合を白星を収める形になりますと、その時点で北陸学生今季制覇という形の偉業になるという形になっています。その大金星なるかというその一戦に控えております富山大学がその対戦相手となっております。例年であればおそらくは金沢大学が優位な格好で試合は推移すると思われるこの対戦カードなんですが、先ほど申し上げました通り富山大学が先節大きな白星を挙げまして気合上がっている状況になっております。その意味においても両チーム非常に面白い展開となっている、そのような形でこの試合が推移するかと思われます。自己紹介をお願いします。自己紹介。さあその試合に果たして両チームどのような意気込みであるのかというのを事前に簡単に代表の方にインタビューさせていただきました。そちらの方をちょっと今から流させていただきます。ぜひご視聴いただきたいと思います。自己紹介をお願いいたします。はい、富山大学アメリカンフットボールコーチの重谷です。富山大学ファイアブルズどういったチームでしょうか。試合についての抱負をお願いいたします。はい、前日第3に勝利することができまして、今日の金沢大学戦勝てば、金沢大学さんさらに強くて格上ですが、ここで勝利して、
富田市は初の教育優勝を目指してやりたいと思います。期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。自己紹介をお願いいたします。はい、金沢大学4年の高津金沢です。主将を、現在進めており、ランニングバック LB のポジションを受けております。金沢大学エバーグリーン、どういったチームでしょうか。はい、下界から上界まで、本当にもう全員が主体的に、取り組んでおり、アメフトを本当にもう心の底から楽しもうという雰囲気が本当に滲み出ているチームなので、今日の試合もアメフトを最後まで楽しんで勝ちに行きたいなというふうに考えております。今日の試合に対しての抱負をお願いいたします。はい、目標である東北を倒すので、全ての内容でやっぱりリーグは圧倒しないといけないと思っているので、もう準備から立ち寄る前から全て、終始相手を圧倒し続けて、勝ちたいなと思っています。期待しております。頑張ってください。ありがとうございます。両チームの代表選手によりますインタビューにお答えいただきましてありがとうございます。大変、両チーム勢い、そしてその試合に向ける感じるとやっております。その形もありましてか、多くの方々にこの試合がご来場になられておられます。大変、見栄えある形でこの試合、お伝えできるかもしれません。観客席、スタンドも多くの関係者、そしてファンの方々にアメリカンフットボールをご覧いただく格好で今スタンドの方を埋まる形になってきております。この北陸においてアメリカンフットボールを普及させんと邁進しております北陸学生アメリカンフットボール協会の皆様の奮闘、大変嬉しく思います。私も多くの地方の大会を観戦させていただいておりますが、このような形で皆様にご覧いただけるアメリカンフットボールを協会の方々が地道な形で努力しまして、アメリカンフットボールに邁進するような形で、その場を作っていただいていることを非常に嬉しく思います。その中において両チーム、サイドラインから離れまして、ゴールポストに移り、これより両チームオープニングセレモニーを迎える形になります。まずそのオープニングを最初に務める格好になりますのは、その両チームを彩る格好で金沢大学のチアリーダーが中央に進み出てまいりました。両チームのその健闘をたたえんとするために母校であります金沢大学、そしてその対戦相手である富山大学、双方を演出する形でその応援にその姿を表しております。非常に微笑ましい光景でもあります。そしてお互いの双方がクリーンなファイトが感じられる、そのような光景でもあります。これより両チームの入場です。本日は金沢大学バーグリーン VS 富山大学ファイヤーブルスの対戦となっています。まずは富山大学ファイヤーブルスの入場です。さあ、まずその先陣を切る形になりますのは富山大学ファイヤーブルスです。
さあこれに対する形で迎え撃ちますのは北陸の王者となります、金沢大学エバーグリーンです。入場です。両チームの赤と緑の緑の鮮やかな入場セレモニー行われまして、サイドラインに散り、これより試合開始の形に試合は、運ばれていきます。審判団中央に進み出てまいりました。首脳陣招かれまして、これよりコイントスに移ります。令和6年11月13日、場所は金沢市営球技場にて、2024北陸学生アメリカンフットボール秋季公式戦、金沢大学エバーグリーン対富山大学ファイアーブルズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。手前側に陣取っておりますのがホームチームという扱いになり、チームカラーグリーンをまとっています金沢大学エバーグリーン、対しまして奥側にアウェーユニフォームホワイトをまとっておりますのが富山大学ファイアーブルズです。現在はこの富山大学が白星先行という形でこの一戦に挑みます。今季は3校総当たりのため、もしこの試合で富山大学が勝利しますと、この時点で北陸学生のチャンピオンが富山大学で決します。金沢大学キックオフ、富山大学リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形で行います。両チーム激を飛ばしましてフィールドに入り、このように試合開始となります。試合は金沢大学のキックオフで開始する形になります。キックオフキッカーは76番の北間が務めます。札幌清田高校出身の一回生です。対しまして金沢リターナーを2枚配置しております。富山大学リターナーは24番の吉永、
朝日野高校出身の3回生、そして39番の掛見です。江南高校出身の2回生です。さあ富山リターンに入ります。さあ果敢に縦に切り上がりまして、富山大学陣25ヤードを超えた地点からの攻撃を行います。この位置から富山大学の攻撃で試合は始まります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を合わせます。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新を繰り返すか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは富山大学の攻撃、富山大学自陣29ヤードからのファーストダウン点、1回目攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず最初はクォーターラックラインの展開でした。プレー振られまして失礼いたしました。まずはパスを投じんとプレーアクション、ランのフェイクをしてその、パスを投じんとしましたが、緊急発進でランに切り替えました。しかしこの判断好判断となり、約4ヤードのゲインを獲得しております。最初のプレーをゲインに変えましたのはクォーターバック12番の森瀬、川越東高校出身の3回生です。この北陸では珍しいアメリカンフットボール経験者、しかもクォーターバック経験者です。富山大学セカンドダウン6、攻撃権更新、必要距離6ヤード。これはゲインしています。今度は右に展開していたレシーバーにパスを投じました。クォーターバック12番、20番にパスを投し、20番、そこからキャッチアンドラン、タックル受けましたが前出それを振り下ろき、見事攻撃権更新果たしております。富山大学ファーストダウン、見事キャッチアンドランの攻撃権更新果たしたは20番の坂の上です。朝日野高校出身3回生です。さあまず攻撃権を一つ更新しました富山大学、自陣40ヤードからのファーストダウン点。前レシーバーには奥レシーバーがバック1枚の体型で、さあ今度は中断点、しかし今度はカザーを踏ん張ります。今度はランニング39番にハンドオフしまして、中央トップ図らんというところでしたが、ここに金沢大学77番立ちはだかりまして、このランを阻止しております。見事仕留めた77番は伊藤、宝仙学園出身の4回生です。結果ゲインなくセカンドダウン点となります。さあ2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあこれも出ている、ナイスイン。今度はハンドオフから左奥にランニングバック展開しました。この判断よく約9ヤードのゲインとなっています。約8ヤードほどゲインし、サードワン。この対走法とも素晴らしい攻防戦が展開されています。富山大学サードワン残り1ヤード。手前レシーバー3枚、奥レシーバー1枚の体勢。見事攻撃権更新、ファーストダウン。ここで選択したのはオプションプレーでした。クォーターバックを持つか、ランニングアップに託すか、ここはすかさずランニングアップに託しました。この判断、好判断となりまして、見事攻撃権更新となっております。富山大学ファーストダウン。富山大学ここまで順調に攻撃を展開しております。相手陣に入りました。富山大学相手陣45ヤードからファーストダウン点。ここでトラブル発生、クォーターバック、フルバックにハンドオフをする際にボールをハンドする形になりました。なんとか抑えておりますが、しかし結果的に約3ヤードロスという形になっております。
アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。その倒れた地点が攻撃の終了地点となるため、先ほどは3ヤード後退する形となっています。富山大学セカンドダウン13、ボールオンはしかし相手陣48ヤード。しかし、ランバック39番にそのまま一気に左を攻撃と、相手のディフェンスの隙を塗って一気に縦に切り上がりました。見事攻撃権更新です。富山大学ファースター、見事なランを決めました。39番の掛美、高南高校出身の2回生。さあ相手陣21ヤードに入りまして、富山大学ファースターアンテン。右展開した29番、フレアパスをキャッチしゲインしようとしましたが、しかしスリップし1ヤードロスに変わっております。富山大学セカンドダウン11。これはナイスディフェンス。神奈川でナイスタックルをフラッグが飛んでいます。ここでランプレーを展開するところ、金沢大学ディフェンスフロント一気に割り込みまして、このランを阻止していますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。アメリカンフットボールは審判団がフィールドに黄色い上を落としますと反則発生を意味します。果たしてどちらの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。フライングの反則です。5ヤードの罰則、従いましてオフェンス5ヤード前進しセカンドダウンやり直しとなります。金沢大学この結果失礼しました、富山大学セカンドダウン6で試合再開となります。富山大学セカンドダウン6。金沢大学がボールを動く前にボールが前に変えてきた。右に3枚固めたマッチフォーメーション、反則で5ヤード富山大学ゲイン。そうです、負ける負ける。おーと金沢大学11番ナイスタック、ナイスキャッシュパスター。クォーターバック12番左に展開して84番にパス、レシーバーが1枚しかいないサイドで1対1の状況に持ち込みました。この判断が成功しまして見事攻撃権更新になっております。富山大学ファスター、見事それを果たしましたのは84番の松田です。南口水口東高校出身3回生です。さあ相手陣深く入ってまいりました。失礼しました、サーダン残り1ヤード。ここでオプションプレーを展開しまして見事攻撃権更新です。富山大学ファースター、神田誤り失礼いたしました。わずかに残っていた状況オプションプレーで突破しまして、富山大学ファーストダウン獲得です。勝負どころでは39番の掛美のランが非常に効いております。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりまして、その日の天候などさまざまな状況を鑑みまして、健康上の理由から、クォーターの半分でタイムアウトを入れるケースがございます。本日は気候穏やかになりつつありますが、しかし熱中症対策としてどうやらクォーターの半分でタイムアウトを取る模様です。
この結果試合は再開となります。ボールオンは相手陣8ヤードから富山大学ファーストアンドゴールに状況変わります。残り4回でエンドゾーンを目指します。さあ中央いった、しかしこれはこれはボルター、ナイスディフェンスで原因をゼロに抑えます。まず左オフタックル付近、最もパワーのあるタックルの外側を掴んというパワープレイに出ました。しかしこれは力の対決、金沢大学77番踏みとどめまして原因なくセカンドダウンに変わります。先ほどからやはりフロント陣はこの77番伊藤が奮闘しています。さすが最上級生といったところでしょうか。法政学院出身のプレイヤーです。さあセカンドダウン、ここでパスを展開しようとしました。しかしディフェンスのカバーよくクォーターバックを右に流れてそのターゲットを探しましたが、結果的には不成功でパスが投じることができずサウンダーに変わります。ナイスディフェンス。さあサウンダー2ゴール、残り10ヤードの状況、富山大どのようなプレーを展開するか。ここでジェットモーションスイープを展開しようとしましたが、レシーバーこのボールをファンブルしました。自ら抑えましたが、しかしこのプレーは失敗という形になりフォースダウンに変わります。さあフォースダウン残り20数ヤードのところですが、フィードゴートライ、キックによる3点を狙います。さあ決まるでしょうか。富山大学キック成功、3点獲得になりました。ナイスゴール。富山大押し返される格好になりましたが、しかしここでフィードゴール見事決めまして3点、まず先制する形に成功いたしました。金沢大学0点、富山大学3点、まず富山大が先制する形に成功しています。富山大まず最初のシリーズから非常に好調な攻撃を展開しました。巧みにランパス混ぜながら相手陣ゴール前に迫る格好になりましたが、これに対し金沢見事にディフェンス踏みとどめましたが、最後フィードゴール富山が決めまして先制のタッチダウンを上げる、先制の3点を上げる形に成功しています。やはり前節で福井県立大学を倒した力は必ずしもラッキーではない、フロッグではないということを証明する素晴らしいドライブでした。さあ面白い展開になっています。金沢大学のキックオフで試合再開、失礼しました、富山大学のキックオフで試合再開となります。金沢リターンに入った。エンドゾーン付近からリターン完工しまして自陣25ヤード付近を確保してこの位置からの攻撃という形に変わります。さあ今度は金沢大学の攻撃となります。金沢大学自陣26ヤードのうちにボールセットされました。この位置から金沢大学ファーストダウン10。金沢大学狛江西が一番奥に進むような人は今度は言わないけど、金沢大学ランを選択するも、さあまずランで中央のランを展開しました。キャリア21番、一周点突破を図りまして約4ヤードのゲインとしています。まず最初は21番
21番の神田のランでした。水口東高校出身のプレイヤーです。関西大学セカンドダウン6、ここでトラブルがありました。スナップをジャブルしましてクォーターバック、それをリカバリして右展開、しかしこの判断が構想しまして見事攻撃権更新となっています。関西大学ファスター、トラブルがありましたが攻撃権更新は果たしています。クォーターバック2番の林です。飯田高校出身の3回生です。さあ攻撃権更新はなりました。次のプレーはどのようなプレーを展開するでしょう。関西大学ファーストアンテン、ボールオン自陣37ヤード、今度はプレーアクションから7番にパスを通しまして攻撃権更新になっております。金沢大学ファースター7番は花房です。足立学院出身の4回生です。金沢大学自陣48ヤードからファーストアンテン、ナイスセーブ、ファースター今度はランニングバック21番で反応しまして左のスタック付近を突破、一気に攻撃権更新に果たしました。神田大学ファースター、今度は21番の神田が決めました。南口東高校出身3回生です。失礼しました。水口東高校出身の3回生です。さあ相手陣39ヤードから神田大学ファースターアンテン、ここで富山大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まずここで状況を打開、状況を一旦落ち着かせんと富山大学守備でまず前半1回目のタイムアウトを行使しました。さあ間もなくタイムアウト解けます。関西大学相手陣39ヤードからのファーストアンテン、展開しようとしました。しかしこれは富山大見事に封じましてセカンドダウンに変えます。ここで1クォーター目が終わりました。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして金沢大学エバーグリーン0点、富山大学ファイアブリッズ3点、
まず富山大学はフィールドゴールで先制する形で第1クォーターを終えまして、これより攻守の方向を変え第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となります攻防戦、富山大学が見事に攻撃シリーズをフィールドゴールで完結しまして先制の3点を挙げる形になっております。しかし返す方で現在、関西大学が猛攻をかけまして、現在さらにその反撃となる、得点を狙う機会を 得ようとして攻め立てている状況、この状況で現在第1クォーター終了となっております。大変面白い展開になっています。この、北陸学生の第2節、共に負けられないというその気概が非常にひしひしと伝わります一戦となっています。さあその向き変えまして、これより第2クォーターに移ります。これより2球が始まります。関西大学セカンドダウン8、36ヤード地点よりセカンドダウン7の攻撃です。ランの攻撃です。ランを選択。さあランプレー入りました。しかしこれは富山大学は踏ん張ります。ランニーバックに反応しまして中央突破展開しようとしましたが、ディフェンスフロント踏ん張りまして、このランによる原因はありません。サードダウンに変わります。サードダウン8の攻撃に移ります。関西大学サードダウン8、パス不成功です。パス不成功となりました。クォーターの空港で左に展開したレシーバーにパスを投じましたが、レシーバーがスイッチ、これをキャッチできず、パス不成功でフォースダウンに変わります。これ金沢大学は監督を選択します。金沢大学フォースダウン8、パンクフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る行為です。しかしこれによって攻撃権放棄となります。このパントはコントロールされゴール前エンドゾーンの手前のところでとどまり、この試合の攻守交代となります。松本優斗選手の大パントにより結果的には攻撃放棄という形になりましたが、しかしパントにより大きく富山大学を奥に押し込む形に成功しています。アメリカンフットボールは点取り合戦です。しかしその点を取る際にはそのボールをプレーを開始する位置が非常に重要な要素を生んでいます。ミスが起こった場合のその失点を防ぐためにもその余地は非常に大きな要素を占めます。そのバロメーターとして陣地というものをご覧いただければ幸いです。さあその意味では厳しい位置からの攻撃になります。富山大学自陣3ヤードからのファーストダウン10、パス成功、ファーストパス成功です。ここをパスで突破しました。クォーターバック12番、外から内へ切り込んできた81番にパス、これを81番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。富山大学ファースト見事パスキャッチしましたのは81番の竹中、金沢西高校出身の3回生です。そしてそれを巧みにリードしていますのが12番の森瀬です。川越東高校出身の3回生。さあ自陣12ヤードからのファーストアンテン、
中央にランプを展開します。一瞬点突破かかりましたが、ここは神戸大学を踏ん張りましてノーゲイン、セカンダーに変わります。1ヤードほど気にしましたね。失礼しました。ゲイン1ヤードに訂正します。富山大学セカンドダウンライン、ナイスパス、パスでゴー、ハッサン、ナイスパス、パスプレーに出ました。ここで流体走り込んできた80番見事にキャッチまして攻撃権更新。富山大学ファッサン素晴らしいパスキャッチを披露しましたな。ワイドレシーバー84番の町田、水口東高校出身の3回生です。さあ富山大学自陣27ヤードからのファーストアウト。パス不成功。クォーターバック準備は強烈なラッシュをかわしまして左に流れてパスを通しました。ターゲット99番、しかしオーバースロー、パス不成功でセカンダーに変わります。しかし素晴らしいフットワークを見せています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。ここで負傷者のためのレフリータイムアウトが取られます。まだ第2クォーター途中ですが、双方とも凄まじい消耗戦になっていることを伺わせるワンシーンでもあります。さあ試合再開です。富山大学セカンダウンテンボールオン自陣27ヤード、手前に2枚で芝を置いています。一旦右に振り出してその逆を突くカウンターのリバースプレーを展開し、相手の逆を突いてビッグゲインを図ろうとしました。しかしこれを関西大学見事にパシュートを混転しまして、このラン阻止しましてサーバーに変えます。ナイスタックルです。ロスタックルにより富山大学はサーバー11の攻撃になります。富山大学サーバー11、前に3枚置くパンチの体勢を取っています。どうかわせ守備足ナイスタックル。さあ苦しい状況、しかしクォーターバックなんとか状況打開を図らんと素晴らしいフットワークを披露しました。ディフェンス殺到し、しかも囲まれた状況、しかしなんとか食いくぐりまして前進しましたがフォースダウンに変わります。ですが見事なパフォーマンスでした。素晴らしいです。クォーターバック12番のモイセです。川越東高校出身の高校アメリカンフットボール経験者のクォーターバックです。富山大学フォースダウン7パントフォーメーションを取りました。パントの体形を敷いています。ここでキャラメル
が通じるのと金沢大学確保できませんでした。しかも触れていたためどちらが抑えても構いません。抑えましたが富山大学、したがって抑えた富山大学のファーストアウトとなります。結果富山大攻撃継続となりまして相手陣38ヤードからファーストアウト。手前2枚、奥2枚の体形を取っています。パスを固く、パス成功、取りましたね。クォーターバック12番、ここでパスプレーを完投。84番オーバースロー気味のパスを見事にキャッチしまして約9ヤードのゲインに変えています。非常に厳しいキャッチでした。しかし見事取りましたのは84番の町田、水口東高校出身のプレイヤーです。3回戦富山大学セカンドアンドクリーチアード、再び富山大学の攻撃。今度は金沢見せた。金沢大学87番、この1ヤードをランで突破しようとしました。しかしそれを見計らって金沢87番モールツアーチャージかけ約3ヤードロスに変えました。いいラッシュからのナイスタックル、凄まじい対応を見せています。87番寺山でした。富山南高校出身3回生です。ここでウォータータイムに入ります。これウォータータイムに入ります。白熱した一戦となっております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。今日の富山大学の攻撃になります。富山大学サラン4、富タッチアインで6点追加となっています。そしてトライフォーポイントに入ります。このキック見事決まりまして1点追加。富山大学ファイアボールズ10点、金沢大学エバーグリーン0点とスコア広がっております。見事なタッチアンパスでした。左奥走り込んだワイドレシーバーディフェンスの隙を抜いて見事にパスをキャッチ、そしてカバーする選手を飛び越えましてエンドゾーンに入りましてタッチアンとなっています。見事このプレー決めましたのは富山大学84番竹中です。金沢西高校出身3回生です。タッチダウンにより再び富山大学がさあ富山大学のキックオフで再び試合は再開となります。アメリカンフットボールは得点を上げた側のキックオフで試合再開します。従いまして失点をした側が次の攻撃を得やすい形に上がっています。攻撃は好調です。金沢さあ反撃なるでしょうか。ナイスキックです。このキックエンドゾーンを超えましてタッチバックとなります。タッチバックとなった場合にはリターンチームの自陣25ヤードからの攻撃に変わります。
ここはリターンを避けるためエンドゾーン奥まで蹴り込みました。しかしそれができる素晴らしいキック力を披露しました。ただいまのキックのタッチバックにより金沢大学は自陣25ヤードからのオフェンスとなります。さあ反撃なるか、金沢大学自陣25ヤードからのファーストアンテン。中押していく。さあ中行った。ディフェンス囲いましたが、しかし見事に前進しております。キャリア4番見事なスピンムーブでこのプレー5ヤードのゲインに変えています。今のランにより5ヤード6ヤードほどゲイン。ここは素晴らしい狙いを見せました。4番の赤塚でした。水潮高校出身の4回生です。昨年よりエースの赤塚、その見脚衰えておりません。金沢セカンドファイブローアイのフォーメーションを取りました。またしてもらう中橋中央が今度はトラマを見せた。ここは富山大学の赤塚のランによって突破図らんと再びボールを託しましたが、しかしこれは富山が組み止めます。ノーゲインでサーダーに変えます。サーダーの攻撃に移ります。関西大学サーダーファイ。エースランナー赤塚この期待に応えまして見事攻撃権更新果たしております。金沢大学ファースト、ここはキャプテン素晴らしい仕事をしています。さあこれが一つのきっかけとなるでしょうか。金沢大学自陣44ヤードからファーストアンテン。ファースト更新によりファーストの攻撃に移ります。QB 移動一旦下がりましてからそこをフェイクにしてランを展開しようとしましたが、あっとここで QB に4番の赤塚が入っていました。ワイドキャットフォーメーションを取っていたものです。見た目はそのように見えませんが、クォーターバックのポジションにラインアップ入るワイドキャットでここで2ヤードゲインとしています。関西大学セカンドアウト8ヤードの回転を乗りオプションです。これは小山取れた。今度はそれをフェイクにし外に展開するランニングをここにピッチし右奥に展開を図りましたがノーゲイン。小山が対応しサーダーに変えます。これサーダーラインの攻撃に移ります。金沢大学サーダンナイン。金沢大学はソフトガンの体型です。ここでかくパス不成功。オーバーソートータバックが右に展開していく。9番にパスを投じましたがオーバーソーパス不成功でフォースターに変わります。フォースターに移ります。フォースターナイン金沢大学はパンフォーメーションを取ります。パンターは5番の松本優斗選手です。ショート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 非常に危険なキャッチを見事富山は成功させまして、このボールその更新をギリギリのところで食い止めました。富山大学自陣27ヤードから攻撃を終えましてテイクオーバー。富山大学に攻撃変わります。27ヤードほどからの応援です。
富山大学自陣27ヤードからファーストダウン10。富山大学相対形を取ります。奥に縛りまい、パス、ナイスパス、失礼しました、カメラを加えまして失礼いたしました。プレーアクションから右に展開したレシーバーにパスを通しまして約3ヤード2ヤードほどゲインとなっております。成功しているので2ヤードほどのゲインです。ここで2ミリツオに入ります。ここで残り2分のためタイムアウトを取ります。今季より国内アメリカンフットボールで採用されている米国カレッジルール NCAA ルールに大きな変革がありました。前半後半の残り2分の段階でレフリータイムアウト、本来ならプロでしか採用がなかった2ミリツオーニングが今季より採用になっています。アメリカンフットボールは先ほど申し上げた通り得点を奪い合う競技ですが、同時に時間をかけて時間を奪い合う競技でもあります。残り2分のせめぎ合い、ここからは時間をかけて戦いになります。その攻防にもぜひご注目ください。タイムアウトが明け、富山大学のオフェンスがさあ、ツミツオーニング解けまして富山大学を攻撃、セカンダウン8で試合再開。パス不成功、ここで奥に走り込んだレシーバーにプレーアクションパス、相手のディフェンスの裏を掴んとしましたが、しかしディフェンスカバーよくこのパス不成功でサードダウンに変わります。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻されます。しかし時計もそこで止まります。富山大学サードウェイト、ここでホイッスル、チームタイムアウト、ダメだよ。ここで1回目です。ここで富山大学後半2回目のタイムアウトを使いました。チームアウトです、あ、間違えた、チームタイムアウトです。本来ならば時計を進めるのを止めるためにタイムアウトを残したいところですが、ここで重要な策を講じたいという判断でしょうか、タイムアウトを取りました。さあ、ここでどのようなプレーを持ってくるでしょう。金沢、それを封じることができるでしょうか。タイムアウトを解けます。富山大学富山大学サダンエイト、アイフォーメーションを取ります。パスを出かけ、パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック、プレーアクションから中央を立て上がりました。91番にパス、ディフェンスのデッドヒートでしたが、これはしかしパスキャッチできず不成功でフォースアウトになります。フォースアウトの攻撃に移ります。富山大学フォースダウン8、パントフォーメーションを取ります。フォースダウン8、富山大学はパントの体験を取ります。慌てつけていく、ちょっと転がるとナイスパントですね。ナイスパン、富山大学ナイスパントにより、ここでパンター39番素晴らしいパントを披露しました。相手がキャッチできない低弾道で、しかし前方に転がる絶妙なパント、これにより金沢大学の陣地を大きく返しまして、ボールは金沢大学16ヤード圏にとどまり、この位置での攻守交代となります。オフェンスが始まります。金沢この状況で有利な地位を欲しかったところですが、しかしこのパントをしてられました。さあ、しかし得点狙います。金沢大学自陣16ヤードからファーストダウン10。
パス不成功の判定です。パス不成功の判定です。レシーバーキャッチしたか見えましたが確保しきれないままこのパスを落球しました。パス不成功でセカンドに変わります。パス失敗によりセカンダー点の攻撃です。金沢大学セカンダー点。これはディフェンス踏ん張った。ここで金沢はランニングバック4番にオプションプレーでピッチを託しました。その4番の赤塚の総力にかけましたがしかし富山食らいつきまして1ヤードのゲインにとどめております。サードンです。中で倒れたため時計回っております。サードンナイン。スクリーンプレーです。倒れない。さあスクリーンプレーで外へ出します。外を突破しようとしましたがこれは富山大外へ弾き出し放送に変えます。5ヤードほどの原因によりフォースタースリー。さあ金沢大学フォースタースリーの状況カントフォーメーションを取る模様。残り時間45秒金沢大学はパントの体験をしています。ここで大きなハッカーが発生した。この不規則なパントに富山大53番触れてしまいました。したがってどちらが抑えても構わない。それで金沢を抑えたため金沢に攻撃権が戻ります。金沢ファーサーこれにて金沢の24秒にしてください。ここで時計に乱れありました。訂正させていただきます。前半残り時間24秒となっています。さあこの24秒の攻防面白いことになりました。金沢ここを生かすことができるか。勝負は24秒。相手陣42ヤードからのファーストアンテ。このチャンス生かせるか。パス不成功。これはディフェンス踏ん張りました。ここで金沢一気にタッチダウンでのロングパス構えました。しかしカバーされているディフェンス陣素晴らしく、そこにラッシュかけましてクォーターバック投げ捨てる形でこのプレー終了です。ラウンド変わりましてセカンダーに変わります。前半残り時間17秒。時間打点の攻撃です。不成功です。パス不成功。ナイスディフェンス。ここでよく走り込んだレシーバーにパスを投じました。キャッチ仕掛けたがそれをディフェンスヒットしましてパス不成功に返してサードに変えます。すごい攻防です。不成功によりサードの点の攻撃です。前半残り時間10秒サードの点。10秒です。キャッチをしているが時計回っております。ランニングバックへのパスを投じるの原因は少々です。
やもうないでしょ。チームタイムアウト。金沢大学、金沢大学、ここで前半1回のタイムアウトを使いました。試合時間残り2秒で止まった形になっています。ボールオンは相手陣41ヤードの状況でフォースダウン9。金沢プレーでいきます。フォースダウンキャンブル、残り2秒、これがラストプレーとなるでしょう。さあ前半最後のプレーとなると思います。これにより第2クォーター終了、前半が終了します。前半終了です。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、富山大学10点、金沢大学0点、富山大リードの状態で前半戦終了です。双方とも目覚ましい攻撃を展開しておりました。互いに譲らない攻撃を攻撃力を披露する素晴らしい一戦となっています。しかしその勘どころで得点を挙げた富山大学、そしてその土壇場で得点を挙げれなかった金沢の、その差が現在の得点差となっております。しかしこの均衡がそのまま保てないほど緊迫した一戦となっています。さあ双方作戦タイムを取るためのハーフタイムに入りました。前半戦の反省を見直し、後半戦の突破口をこれから見出します。それを見出し、その答えを見つけ出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これよりハーフタイムに入ります。それではただいまよりハーフタイムショーを行います。本日は先ほど入場の花道で選手を盛り上げてくれた金沢大学グリーンアップルズの皆さんです。さあこのハーフタイムで金沢大学チアリーダー、元気な声と笑顔で今大会を盛り上げます。ハーフタイムパフォーマンスを行います。迫力のあるダンスにもご注目ください。
金沢大学チアリーディング部によりますハーフタイムパフォーマンスでした。皆様、素晴らしい演技を披露してくれた金沢大学グリーンアップルズの皆さんに今一度温かい拍手をお願いします。配信の方もインターバルに入らせていただきます。その他 X2、X3 によって共同企画で作成されましたアメリカンフットボールおよび X リーグをご紹介する動画がございます。こちらの方をご視聴ください。X リーグは1996年に発足した日本のアメリカンフットボールのトップリーグ。 X2 リーグは X リーグの2部リーグで、イースト、セントラル、ウエストの3つのディビジョンに分かれています。そして X3 リーグは東日本と西日本にディビジョンがあります。 X リーグの X はエクセレンス、エキスパート、エキサイティングのイニシャル。 X リーグはデュアルキャリアを追求し、スポーツとビジネスを両立するマルチプルなヒーローを育成。 X3 琉球ガーディアンライオンズ代表の丸橋弘和は大手航空会社の支店長、複数の航空関連会社の社長を歴任した後、現在は沖縄県のアメリカンフットボールの普及に尽力しています。 X2 のハリケーンズチアリーダーの川島かな子は子育てしながら大手総合商社に勤務し、さらにチアリーダーというデュアルキャリアを実現しています。このように X リーグはアメリカンフットボールを通じて社会のリーダーを作っていきます。 X リーグでエキサイティングな未来を、さあ一緒に新たな歴史を刻もう。卒業後は X リーグへ。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を告げようとしております。前半を終えまして、そのスコアは金沢大学0点、富山大学10点と富山大がリードする展開になっております。双方とも決して見劣、お互いがお互いに見劣る状況はありません。非常に素晴らしい攻守を見せております。攻撃も非常に機能しております。互いに押し込む力はあります。しかし勝負どころで決めた決めないの差が今現在得点の差として現れています。これは本当に面白い展開になってまいりました。もちろんこの点差のまま推移するとも思えない、それほど白熱した一戦となっております。とはいえ現時点では富山大学がリードする形で前半戦を終えました。さあ後半戦どのようにこの試合推移していくでしょうか。まもなく後半戦再開となります。個人的な感想で申し訳ございません。戦前の状況、シーズンが始まる前の状態は富山大学、確かに北陸ボールを前線しましたが、とはいえ強豪2校にかなうかどうかは疑問視でした。ですが同時に両校の動向がそれほど明確でなかったという点も気にはなっていました。それが一つ顕著として表れたのが前節だったように思います。とはいえ薄氷の一戦だったことは、その試合の内容をさせていただきますとよくよく理解ができる、それほどの緊迫した一戦でした。この点において、この一戦において果たしてどうであろうかということが私自身も疑問を持ちながら興味を持っていました。現時点それが必ずしもまぐれではなかったことがよくわかる前半戦となっています。富山大学本当にすごい躍進を遂げています。さあ金沢ここで踏みとどまり、ここまでの王道を突き抜きました。その歴史をさらに続ける形になるでしょうか。あるいは富山がここで逆転優勝という形になるでしょうか。後半戦開始となります。
後半戦は富山大学のキックオフで開始する形になります。キックオフしますのは富山大学39番の武見です。江南高校出身。対します金沢大学は5番と6番がリターナーに入っています。5番は松本、岡崎常成高校出身2回生。久保田は6番です。岩田南高校出身3回生です。タッチバックとなります。タッチバックとなりまして神奈川大学25ヤード単独を打った形で後半戦を開始する形になります。神奈川大学自陣25ヤードからのオフェンスになります。さあ現在ビハインドにあります神奈川大の攻撃で後半戦は始まります。自陣25ヤードから神奈川大学ファーストダウン10。さあまず中央へのプレー、テールバックに入った選手にボールを託しまして中央突破を敢行しました。富山しかしディフェンスになりまして、ゲインは2ヤードほどにとどめております。金沢大学セカンドダウン8。41番の土屋でした。春日部高校出身の1回生です。一気にこの点更新です。神奈川大学ファースト、まず最初のシーズン攻撃更新になりました。神奈川大学5番の松本です。岡崎常成高校出身2回生です。さあ神奈川大学自陣38ヤードからファーストアンテ。さあ待たれます。中央ランプキャリアは同じく5番でしょうか。密集点突破を果たしました。オフェンスラインのブロックも機能しまして約7ヤードのゲインとなっています。5番松本優斗2年生。フリータイムアウト、視聴者のためのタイムアウト取ります。ここで富山大学に負傷者が出た模様。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。レフリータイムアウトを解けまして試合再開。神奈川大学セカンドダウン5。神奈川大学ここもランを再び中央のラン。
今度はオフェンスラインがボール状態で進みまして約2ヤードから3ヤードのゲインとしています。サードカナダ大学サードン2更新になったか、わずかに届いてフォースだ、どうだ、これはファースト更新になりました。攻撃更新です、ファースト非常に際どいプレーでした。カウンターを受けましたハーフバック5番右オープン展開を図りタックル受けましたがギリギリのところ体を伸ばし攻撃権更新になっています。カナダ大学ファースト執念で攻撃権更新しましたのは5番の松本でした。岡崎城西高校出身に回収、金沢大学手前シーバー3枚の体型、さあ金沢ファーストアンテン、ここからホイッス、ここでプレーが止まった、チームタイムアウト、金沢大学、金沢大学タイムアウトをしました。ここで金沢大学が前半失礼しました、後半1回のタイムアウトを使います。一旦は途絶えかけた攻撃を継続する形に成功しました金沢大学、ここでリセットする意味かタイムアウトを使いました。さあタイムアウトを受けまして試合再開です。金沢大学自陣48ヤードからファーストダウン10。フェイクで交代バックがキープしましたが、ここでイエローフラッグが登場しております。反則発生です、反則があった模様です。さあこの倒れた瞬間にありましたファールのように感じます。もったいないよ、レイトキット、ファーストのファウル、7番38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 番オプションしましたのはクォーターバック2番の林です。飯田高校出身の3回生です。
金沢大学セカンドダウン6。さあそして中央ダンペ、今度はキャリア5番密集点飛び込むように約4ヤード近いゲインを奪っています。キャリア5番は松本です。岡山城西高校出身の2回生です。金沢大学サーダン残り1ヤード、更新になっています。金沢大学ファースト。オータータイムアウトで金沢大学じりじりと敵陣に食い込んでいきます。ここでウォーターブレイクに入ります。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。金沢大学敵陣23ヤード、相手陣22ヤードからのファーストアンテ、それを見計らいました。富山大学99番見事にロスタックし大きくロスに変えています。見事対応しました富山大学99番のビッグプレーです。大幅にロスをしてしまいました。セカンダウン25、26といった状況です。プレーが再開します。パス不成功。クォーターバック今左に流れてその逆サイドにスローバック。80ヤード前にパスを投じましたがこれは富山許さずパス不成功。サーダンに変わります。金沢大学サーダン26の状況、失礼しました、28に訂正します。さあ依然者の厳しい状況、突破なるか、富山防ぐか。パス成功。まずパスインコンプリート。クォーターバックが奥に走り込んだ。9番にパス、ディフェンスリーグ9番これをキャッチすれば一気にエンドゾーンかというところ、しかしオーバースロー、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。金沢大学フォースダウン28、プレーします。フォーメーション組んでいる。おっと金沢大学ギャンブルを選択か。パスは通っている、パスは通っているがどうか。金沢大学パス成功、キャッチしたのは0番はキャッチしているが、しかしファースダウン更新にはならず、攻撃権更新には至ったかどうか。
瞬間が現在フィールド上混乱しています。少々お待ちください。金沢ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。先ほどのプレー攻撃権更新になりました。なんとギャンブル決まりましてファーストダウン獲得です。金沢大学ファーストダウン状況の確認遅れまして誠に申し訳ありません。素晴らしいプレーで攻撃権更新になりました。金沢の攻撃継続です。時計を直してください。3分40秒してください。ここで時計の訂正が入ります。3分40秒に第3クォーターの残り時間変更となります。さあ窮地を出しました金沢大。相手陣12ヤードから11ヤードからのファーストダウンテ、ここでエクスチェンジミス。落としたボールを抑えて、これは富山大、したがって攻守交代。ターンのは攻撃権富山大に変わります。凄まじい転換点になっています第3クォーター。状況をしのぎました富山大の攻撃。ボールオンは自陣12ヤードからのファーストダウン。さあここでランプ、相手ディフェンスの助けを見事に抜けまして、キャリア左オフタックル付近突破し約5ヤードのゲインに変えています。やっとゲインし生還だ。逆のため番号の確認が少々困難になっています。誠に申し訳ございません。富山大学セカンドダウン5。続いて QB のランを選択。さあクォーターバック今度はキープレーを展開した。フェイクしました、左方向にランを展開しまして約2ヤードのゲインを奪っています。クォーターバック12番は森瀬です。過去は川越東高校出身のプレイヤーです。しかしそれほどのゲインはすることができず、サーダウン4。富山大学サーダウン3。隙間をヌーヤーに走り抜け、一気に相手陣15ヤード決まり、練習者の攻撃転更新。富山大学ファーストダウンとなっています。
現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。まさかこれほど激しい展開になろうとは。すごい一戦になっております。見事なプレーを決めましたのは富山大学39番の武見でした。興南高校出身の2回生です。富山大学一気に敵陣に食い込みました。さあ試合再開です。富山大学相手陣16ヤードからのファーストアウト。朝日野高校出身の3回生ここで仕事をしまして9ヤードゲインです。富山大学セカンドラウンド残り1ヤード。ここでランプレーを展開しようと押しましたが関西大学ディフェンスフロントが今度は押し返した。圧力をかけまして最後は5番59番でしょうか。その一周点押し返し形でこのランプレー阻止しサードに変えます。59番は大谷静岡美術高校出身の4回生5番は松本です。岡崎城西高校出身のプレイヤーです。城西高校でしょうか。失礼いたしました。パス不成功。ここでタッチアウトパスを取りました。後ろの基本がレシーバーにパスを通じました。しかしディフェンスダブルカバーでこれを阻止しフォースダウンに変えます。富山大学フォースダウン3フィールドゴールフォーメーションを選択。キックによる3点を狙います。キック成功、3点獲得。富山大学ここはキック3フィールドゴール決めまして3点が入ります。富山大学13点、金沢大学0点、リードを13点に広げました。一時は得点を奪われるかという非常に厳しい状況、しかし一瞬の隙を突いたミスを生かし逆にフィードゴール成功しリードを広げる形に富山大成功いたしました。その富山大学のキックオフで試合再開となります。1ヤード付近からの攻撃となります。3クォーター残り8秒。金沢大学
角自陣8ヤードからファーストアウト。さあ中央へ長くランリーバックにハンドオフしまして、中央密集点突破を図りました。タッチを受けまして、ゲームは約5ヤードほどに転がっています。ここでホッス頑丈な肉体を持っていました。素晴らしい近しランをしましたのは金沢大学の21番の神田です。ここで3クォーター目が終わりました。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、金沢大学エバーグリーン0点、富山大学ファイヤーブルズ13点、富山大学が13点リードして最終クォーター第4クォーターに移ります。よもやもよもやという表現をさせていただく方がいいかもしれません。私の心境はまさにそれです。この展開は思ってもみませんでした。双方とも攻撃そして守備押している状況はあるのです。五分の戦いではあるのです。決定打を決めたか決めてないかの差がこれほど影響する試合になっているとは夢にも思いませんでした。現在その差13点となっております。さあその試合に残り12分の攻防です。これより最終クォーター第4クォーターに移ります。さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターになります。金沢大学セカンドダウン5、金沢大学24ヤードよりセカンドダウン5の攻撃です。さあ中央のプレーキャリア21番攻撃権更新です。ファーストランニングバック21番神田選手のナイスラインよりファーストこの状況をまずランで突破しました。金沢大学21番見事に期待に応えました。攻撃権更新です。ファースト21番は神田です。水口東高校出身3回生です。金沢大学ファーストダウン10ボールオン自陣21ヤード。金沢大学ショットガンのフォーメーションを取ります。ファーストダウン10です。これ、指さあクォーターバックいきました。オプションプレーターのキープで す, これはです、ね、しかしこれは富山封じます。ゲインは2ヤードにとどめています。2ヤードほどゲインしセカンダー8の攻撃になります。金沢大学セカンドダウン8。セカンドダウン8の攻撃、金沢大学ショットガンのフォーメーションを取ります。パスライダー。パスによる突破を図った金沢、しかしそれを取ったのは富山大学。インターセプトよりコース突破です。ターンオーバー。富山大学敵陣28ヤードよりファーストダウンです。これは大きなプレー出ました。富山大学相手陣29ヤードの位置で28ヤードの位置で攻撃権もあります。富山大学相手陣28ヤードからファーストダウン10。富山大学フロアへのフォーメーションを取ります。ランです。外をまくっていく、外を
のマクレランビショット内策右オープン展開を図りました。しかし金沢対応します。何枠24番スピードによって右オープンにバンナウ大きくマクランとしましたが、しかしこれが空中でノーゲインセカンドに変わります。1ヤードほど規制ゲイン1ヤードに訂正します。富山大学セカンドライン相手陣27ヤードセカンドラインの攻撃です。手前に3枚のレシーバーを置いています。パスとここのパスです。パス不成功。今度は中央切り込んだレシーバーにパスを投じましたがイエローフラッグ反則が発生しています。さあどちらのチームの反則でしょうか。イエローフラッグが投げ込まれています。パスの方3分くらい57番15ヤードのペナルティ。ここでディフェンスにパーソナルファール不正な反則がありました。大きな反則になっています。10ヤード10ヤードのペナルティ。しかし残り距離が半分パーソナルファールですので反則の罰則距離は15ヤードの場合にはハーフディスタンス残り距離の半分ですが10ヤードのペナルティならばそのまま施行という形になるはずです。しかしいずれにしましても、ディフェンス金沢大学反則を犯しました。ここで反則によりこれにより相手チームの富山大学攻撃権更新しファーストダウンという形に変わります。富山大学相手陣14ヤードからファーストダウン13ヤードほどでここでホイッスルになっています。ファーストダウンのオフェンスです。審判団現在の状況を再確認いたしました。それほどに混乱するほど激しい試合になっています。試合再開富山大学相手陣14ヤードからファーストダウン10富山大学ファーストダウンの攻撃です。わずかにエンドゾーン届かず、しかし残り1ヤードほどで外に出ました。見事攻撃権更新です。富山大学ファースト。モーションプレーからの QB 森瀬選手の出来により、クォーターバック中にはここでカウンターで自ら逆サイドへのランプレーを展開しました。相手の強突きまして見事攻撃権更新です。富山大学ファースト。ここで森瀬その豊富な経験が行きました。さあ残り1ヤード富山大学ファーストダウン。ファーストダウンからの攻撃です。ボールを落とした。判定どうか。タイムオーバーだ。富山大学がボールを取りました。ここで大きなミス。富山大学選手陣1ヤードまであと1ヤードの気持ちがファンブルになった。その隙を逃さず金沢77番にカバーターンオーバーで攻撃権を金沢奪還し攻守交代。攻撃権金沢に移ります。見事そのチャンスを生かしましたが77番の伊藤でした。法政学院出身4回生金沢大学自陣4ヤードほどのからの攻撃アイフォーメーションを取っています。さあ金沢自陣4ヤードからのファーストダウン。ランプレア
さあランからいった。しかしこれが封じているタイヤは4番。しかしそれを見計らってランを封じています。ノーゲインセカンドランに変わります。富山も油断していません。ないです。エース4番を封じています。むしろ1ヤード押し返しました。関西大学セカンドラウン11。さあスクリーンパスを封じた。さらに変わる。84番 LB の松田寛太選手の素早いタックルによりゲインはありません。ここでタックルしたのは84番町田です。水口東高校出身3回生金沢大学金沢サーダウン11。失礼しました。ターゲット87番のキャッチでした。見事このプレーで窮地出しました。その切り札は87番寺山でした。富山南陸高校出身の3回生クォーターバックプレッシャー感じまして左方向にロールアウト。しかしここでイエローフラッグが発生しています。さあこれは果たしてどちらのチームの反則でしょうか。オフェンスの反則です。ブラインドサイド相手を背後からヒットしたという反則です。ボールを持っているチームはボールを持っていない選手を背後からヒットしてはいけません。10ヤードのペナルティー行きましてファーストダウンやり直しとなります。これは金沢大学の反則により10ヤード、先ほどクォーターロック非常にトリッキーな動きになりました。オフェンスラインその動きについていけずブラインドサイドロックを犯したと思われます。また20の攻撃になります。さあファーストダウン20で金沢大学。キニロールしパス投げた、パスヒット、ナイスパスヒット、ハンサーここでクォーターバック右側のライト、そこから奥に走り込んだワイドレシーバー0番にパスがヒット、一気にこの1点更新になりました。金沢大学ファーサー素晴らしいパスとしたのクォーターバック2番林、飯田高校出身3回生取りましたのは0番の辻、栃木高校出身2回生、敵陣に入ってきました。さあ相手陣入った関西大学、相手陣46ヤードからのファーストアンテ、パス不成功、これはパスインコンプリート、まず外へ展開する4枚にパスを投じました。しかしこれは富山大学封じております。パス成功でセカンドに変わります。セカンドは点の攻撃に移ります。関西大学セカンドダウンって
出身2回生です。さあファースト3点金沢大ボールオン相手陣30ヤード、ここでホイッスル、チームタイムアウト、ここで富山大が後半1回のタイムアウトを使います。取りました、流れを断ち切るタイムアウトを取りました。ここでウォータータイムアウトを取ります。ここでウォータータイムアウトを取ります。ここで続けてウォーターブレイク入ります。取られるそうです。あ、いいよ、まだゆっくりゆっくり。しかし水切りになるとは思えないほど緊迫した状況になりました。この試合残り時間6分3秒の攻防に移っております。タイムアウトだけ、さあタイムアウト大きく早く解けまして試合再開です。よりファースタンの攻撃、金沢大学相手陣30ヤードからファーストアンテン、外から2枚ぶり裂いた、これはオープン、パスは通ったらしい、パスインコンプリートです。4番にパス通り、そこから4番走り出さんとするところで足を止めました、スイッチしました、ここでプレー終了、ノーゲン、セカンドに変わります。ノーマークでした。非常に大きなプレーになるかもしれないです。セカンドダウンのプレーが結果ボールインです。セカンドダウンに変わります。カナダセカンドダウンって。ゴールです。キュビ走った、キュビが走りました、クォーターバックになる、パスを投じるとしましたが、しかしプレッシャーありまして、スペイン緊急発進のランに変えました。しかしこの判断で攻撃権更新です。関西大学ファースト見事攻撃権更新果たしたクォーターバック2番の林です。飯田高校出身の3回生です。金沢大学ファーストアンテン、パスだけだ、パスいった、タッチダウン、金沢大学0番スイッチタッチです。ここのタッチダウン、パスがついに勝った、中央大学の方が見事にこのパスを取りまして、エネゾーンタッチダウン、ついに得点が入りました、金沢大。
そしてトライフォーポイントに入ります。ここの1本は非常に重要。結構決まった。1点追加、川田大学中へ、川田大学13点と、その差6点差に迫っております。大きなプレーがありました。中地にあったという非常に不安の心境でしたでしょう。しかしそれを振り払うのは確かに見事決まりました。川田大学7点獲得となっています。そしてその差が6点ということは、たくさんワントライ、それによりまして逆転になります。さあ一気に緊迫感増しました。試合残り時間は5分となっています。さあ金沢大学キックオフに入りますが、ここでどのようなキックトスが通常通りのキックオフをするか、あるいは攻撃権を確保を狙うオンサイドを狙うか。オンサイドはキック地点から10ヤード以上進む場合、どちらが抑えてもいいというルールを使った短いキックです。非常にリスキーですが、成功した場合攻撃継続となります。ストレートに至りました。これはスクイーブだ。しかし2ターンを取った。これはリターンしていました。これは非常にリターン難しいと思われましたが、しかし自陣15ヤードほどリターンして33ヤード地点を確保し、この1ターンの攻撃に入ります。32ヤードほど、34ヤードからオフェンスです。得点奪われたとはいえ、現在はまだ富山大学が有利な状況にあります。富山大学自陣33ヤードからファーストダウンテ、自陣34ヤード地点より富山大学ファーストダウンテンです。抜けている。ファースト、この嫌な流れを一発のランで大きく崩したか。素晴らしい流れさ。富山大学39番ハンドオフケラが左の奥にバンダウト。この判断によりまして大きくの層を一気に相手陣に入ったところで進化した攻撃権更新。ファースト現在負傷者が発生しているためレフェリータイムを取られています。素晴らしいランでした。見事なランを披露しましたのは富山大学39番の掛見でした。試合再開です。相手陣に入りまして富山大学ファーストダウンテン。さあまだ現在 FE タイムアウトを継続しております。ボールの位置再確認しております。富山大学相手陣43ヤードからのファーストダウンテン。敵陣43ヤードにファーストダウンテンの攻撃です。ここでワンバックのフォーメーションからランニングアップ14番ハンド、ラインマンをプルブロッカーにつけまして左を使っている付近に駆け上がり、そのブロックを生かして約2ヤードから3ヤードゲインを割っています。キャリア24番吉永でした。朝日高校出身3回生。富山大学セカンドエイトの攻撃です。
シュートだった。したがってランプレーの扱い、ボールはタッチできず、したがってプレー続行だがロストボールになり、そのボールを参加がカルザ、したがってターンオーバー、攻撃権があり、ただカルザに攻撃変わります。まだ終わらない。金沢相手陣3時48分からファーサンテ、パスインコンプリート、パスインコンプリート、キャッチならずの判定です。パスインコンプリート、パス成功、セカンダーに変わります。パスでしたが失敗です。セカンダー点の攻撃に移ります。ここでホイッスルです。ホイッスル吹かれます。現在負傷者8戦の対価レフリータイムアウト入っています。レフリータイムアウト解けます。プレー再開、金沢セカンダウンプレー、ボールオン相手陣47ヤード、金沢大学敵陣47ヤード地点よりセカンダウンプレーの攻撃、残り時間3分15秒です。パスを投げていったら奥へ走り込んだタウン、このパスをキャッチ、一気に独走、その前のファン、勝ち取ってタッチダウン、前のレシーバー0番、辻田選手のパスがヒット、辻田選手、このままエンドゾーンまで走り切りました。さあ、そしてトライフォーポイントに入ります。この1本、非常に重要、決まれば逆転。まさに値千金、クォーターロック2番から早川タバスをゼロにタッチ、その後ディフェンス引きエンドゾーン駆け込んだ、タッチャー、逆転になりまして金沢大学14点、富山大学13点となっています。しかしまだ試合終わっておりません。ある意味五分の状態に戻った状況です。さあ残り3分6秒の攻防、金沢大学のキックオフで試合再開です。石川76番、石川優斗選手です。転がしていった。さあ、リターンが2回転まで。外まっていた。ナイスタックルです。タイミング崩され、しかし23ヤード近から富山大学の攻撃となります。リターンをさほど出ず。富山大学は陣地25ヤード地点よりファーストダウンです。富山大学自陣24ヤードからファーストアウト。残り2分56秒、富山大学のオフェンスです。ダウンです。ナイスタック、金沢勢いづけます。4番勝ってまずランクの富山入った。しかしこれは金沢封鎖、原因はありません。
ノーゲインでセカンドに変わります。選手の集まりもとても良かったです。富山大学原因はなくセカンドに変わります。ここで2ミッツは逃げ入ります。残り2分となりタイムアウトが取られます。近藤さんメッセージありがとうございます、ダウン、クォーターの表示誤っておりました。現在第4クォーターになっております。最終盤に入っています。失礼いたしました。富山大学敵陣38ヤードまで。さあ2番スローリング溶けまして残り2分のカウンターに入ります。富山大学相手陣38ヤードからファーストダウン10。残り2分数ミリッツの攻撃です。保証してきた抜いたナイスタックル9秒87度。テレーマハルキ選手によりロスタックル。ここでプロアクションからパスを投じんとポーターが構えました。その瞬間を金沢に9秒サックしましてこのプレーを止めましてロスに変えています。ここで富山が後半2回のタイムアウトを使います。チームタイムアウトです。さあ、タイムアウトを取りまして試合再開です。富山大学セカンドダウン15。さあ、まだタイムアウト解けていないということで再度調整します。セカンドダウン15。これ9秒あった。さあ8分です。しかしこれは富山カズは封じます。8秒。ゲームは3ヤードのマンサーダーに変えます。87番寺山選手ナイスタック。タックルは87番でした。寺山、富山南高校出身3回生。さあ、サーダン、サーダン14。富山大学、サーダンの攻撃になります。パスを投げてきた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 。更新には至っていません。失礼、パスは更新には至っていない。フォースアップになります。11ヤードを更新しましたが、ファースター更新には至っていません。状況や 見間違えまして誠に申し訳ございません。後半3回目最後のタイムアウトを使います。後半3回目のタイムアウトを使い切りました。現在画像を見られている模様です。誠に申し訳ございません、機器のオーバーヒートが原因かと思われます。できる限り詳細の実況をつけていきますので毎度ご了承ください。さあ、フォースダウン、フォロー残り時間1分6秒。
しかし時計回る、チェーンがセットされて時計回る。これは富山大学パス成功です。パス成功です。ここで負傷者が発生している。パス成功です。レフリータイムアウト入ります。金沢大学に負傷者が発生しております。勝者のためのタイムアウトが取られています。現在リード上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。時計回ります。今日はパスアウト。27ヤード地点よりパス。相手の強突き一気でエンドゾーンタッチダウン。まさかでした。本当にまさかでした。ここでランを通してきた。そしてツーポイントに、ここでツーポイント連発を2点いきます。確かにそうです。ここで7点差は重要。上げた。ホント2ポイント成功。これにそれによってその差2点と変わりました。まさに今日ついた連敗によって一気に逆転の勝ち。そして第5ポイントも見事決まりまして40秒です。その差7点と変えました。再逆転になりまして富山大学21点、金沢大学14点とスコア変わっています。そして試合時間残り40秒、まだ終わっていません。富山大学キックオフ入ります。ゲームがまた始まります。このキック、リターンがキャッチできず、そのままエンドゾーンを出まして、タッチバックという形に変わります。金沢大学自陣25ヤードからの攻撃になります。試合時間残り39秒。そしてまだ金沢には逆転の可能性残っております。タッチダウン、その後に同じく2ポイントコンバージョンを決めれば逆転となります。
り39秒金沢大学さあ39秒の攻防金沢大学ファーストアップ。まずこれはディフェンス勝利、パスを投げ捨てました。プレッシャーからディフェンスのカバーを外すことができずパスを投げ捨て、このプレーは捨てます。セカンドに変わります。カナダ大学セカンドダウン10、残り時間31秒、カナダ大学セカンドダウン10の攻撃です。パス不成功、これはディフェンスかましていた。ターゲット9番ダウンカール、サード残り時間25秒、パスがアウトしたため時間はまた止まります。金沢大学サードダウン10の攻撃に移ります。金沢大学サードダウン10、パス投げていった、パス不成功、フォンさんに変わります。パス成功、もう一本もう一本、次はカットでいいよ、カットで。さあ金沢のこの1回の攻撃どのをするか、10ヤードを狙うか、エンドゾーンを狙うか。いやカットでいいよ、引退いらないよ。金沢大学フォースダウン10の攻撃になります。ギャンブルを仕掛けます。フォースダウン10ギャンブル、パスカウンター、ギャンブル成功、攻撃権更新になっている。トムのホイッスQB 林2番、ここはゼロワンキャッチした、攻撃権更新しているが、ここでホイッスルやっている。金沢最後のタイムアウトを使った、残り時間9秒、双方ともにタイムアウトはもう残っていない。残り時間9秒、ボールオンは金沢陣46ヤード。金沢大学バースダウン更新し、自陣46ヤード地点よりバースダウンの攻撃です。金沢バースダウン残り9秒です。パス投げた、パス成功している、パス成功している、外に出ている、残り2秒、ラスト1本、ラスト1本だよ、奥から奥から、ラスト1本だよ、金沢大学パスを成功し、パスを更新、奥1本だよ、奥42ヤードに入りました。相手陣42ヤードから金沢大学ファーストアンテン、残り2秒、おそらくこれがラストプレーとなります。いけ、
とスクリーンプレーを選びましたが、タッチダウンには至らず。これにてゲームが終了しました。ここで試合終了になりました。凄まじい逆転の演出になりました。この試合最終スコア、金沢大学マグリーン14点、富山大学ファイアルズ21点、富山大学勝利、富山大北陸学生初制覇です。戦いでした。3クォーター4クォーター双方状況さまざまに変わる試合でした。どちらが勝ってもおかしくない試合でした。見事な戦いでした。北陸の雄、素晴らしい戦いを演じました。ナイスファイトでした。金沢大学、そして見事成し遂げました初優勝、富山大学優勝おめでとうございます。富山から駆けつけた多くの応援団、ファン、サポーター、全員の歓喜の輪が広がっております。素晴らしい光景です。素晴らしい戦いです。見事な勝利でした。この少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは強化され、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と目的のために犯罪すら心の悪漢という2人の先輩でした。それに案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が大きく変わります。それは大学で高校で名を轟かしたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が引きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み行き着いその力量をよりとまんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでく勇気を潜んでくる、挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を
かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合はその物語の非常に重要な1ページになったかもしれません。その光景を撮らせていただきましたこと大変光栄に思います。その思いを胸にしつつ本日の配信はここで終わらせていただこうと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は北陸学生アメリカンフットボール協会の許可を得まして実現いたしました。皆様の関係者のご協力大変感謝申し上げます。その配信実施いたしましたのは私老若でした。機会にございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。